今大会すべて完投している二松学舎のエース鈴木。147キロの速球が武器ですが、初回から成立学園打線に捕まります。ワンアウト1、2塁で4番篠崎。スリーベースヒットを放ち、この後1点を追加して成立学園が初回に3点を先制します。二松学舎もすぐに反撃します。2回表ツーアウト2塁から9番松尾、センター前へのタイムリーで1点を返します。しかしその裏、エース鈴木はワンアウト1、2塁のピンチを背負うと、2回の途中で早くも降板してしまいます。3回表エース鈴木はバッティングで巻き返しを図ります。左中間へのツーベースヒットで1点を返します。その後、二松学舎が1点を追う展開が続き、迎えた6回表、恩田のタイムリーで二松学舎がついに同点に追いつきます。4対4で迎えた8回表、上田、恩田、石田の3連打で二松学舎がついに逆転に成功します。しかしドラマは続きます。8回裏、ワンアウト1、3塁と成立学園チャンスの場面で8番ピッチャーの谷岡。先輩とかにベンチから声かけてもらって、やっぱここで自分で助けるっていうのを楽にしようかな、思いっきり。ここで二松学舎エース鈴木が再びマウンドに上がります。一番ボールに力ある子ですし、 あとは最後はエースで勝っても負けても終わりたかったですね、はい、両チームのエース対決は レフトへのヒットにエラーが合わさり、ここは成立学園谷岡の勝ち。逆転に成功します。しかし二松学舎は3点を追う最終回、ツーアウトランナーなしから執念を見せます。レフトスタンドへのソロホームラン。しかし後続が倒れゲームセット。8対6で成立学園が4年連続準決勝に駒を進めました。チーム全員が気持ちで強くして気持ちで勝ちに行った試合だと思います。うちの場合はこの来たチャンスをものにすると、毎回毎回チャンスが来るわけじゃないので、まあ、そのしっかりと来たチャンスで攻撃ができた。打ち勝つというよりは守って粘って、接戦に持っていきたいなと思います。選手たちは優勝を願う選抜寮成立学園に託しました。もうエースで負けた、仕方ないですよね。よく頑張ったと思います。負けることとかね、失敗することが悪いことじゃないんだって胸張って帰ろうと。